はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。一度きりチャレンジに天主氏がいたと思うんですけど、あいつの防御皆さんいくつか知ってますか？なんと9億です。やばくない？何9億って、1億でもおかしいだろうと思ったのに9億ありました、確か。でまたね、いつか天主氏が復活したタイミングで関東を狙ってみたいと。どうしたらできるかな9億なんてね、ちょっと難しいよね。僕のキパとかじゃ見たことないっていうか、何千万とかでカンストするんじゃなかったっけ、パズドラって。だからそもそもカンストできない値になってんのかな。まあとりあえずその高防御のやつをね、貫通させていくシリーズとかもやってみたいので、今回はまず序章としてゼローグインフィニティ進化前を貫通させてみたいと思います。彼は固定ダメージで倒す方が多いと思うんですけど、まあ固定でも倒せますし、スキル遅延耐性を2以上振ってれば全然スキル使えるんで、ちょっと今回はね、素の火力で貫通させてやろうかなと思っております。なのでドラゴンキラーのアテナでもいいですね。この辺も結構使えそう。どうしようかな、とりあえずリーダーこれにして、で、あーそうか、レベル制だからあいつちょっとずるいね。最大火力ぶち込むことは難しそうです。セレスはいらんからな。誰入れましょう。アテナ入れてみる。ちょっと泥鏡だけじゃ物足りんけど、ちょっと火力要因として入れてみようか。はい、というわけで行ってみたいと思います。1000万です。防御は意外と貫通できると思います。でその後にキングオブゼロ張ってるゼローグもね、ぶっ倒してやろうと思っております。でバルボア持っていくって手があるんだけど、今回は下でお願いします。ちょっとアテナを使って、あー待って、アテナレベル上がらんわ。これアテナレベル上がらんパターンやな。じゃあバルボアで上行こうか。どうせなら上のねやつをね貫通させたいよね。まあ、防御は変わんないと思うんだけど、キングオブゼロは変わってくると思うから、バルボア君をエンハンスついてないバルボア、ロノウェイですね、こっちですね。いきますよ。この辺は知ったこっちゃねえ。127、ああそうか、ソニアも少し上がりにくいのか。でもこの時点で HP5 万ありますからね、安定感はなかなか高いと思います。でレベル上がったタイミングで HP もなんかグッと増えてくれるから、意外と体力高いパーティーはありがたいんですよね、その仕様が。劉備ディオスとかで回ってると、そのディオスのマルチブーストで HP の上昇幅が大きいからさ、一気になんか回復した感じになりますよね。実際には回復してないんだけどね、 HP が増えてるからなんか回復してるように見えるっていう現象です。はい、酸っぱいブドウにご用心ですね。こいつらなんかサイズが違うからそう見えないんだよ。サイズが全員一緒の闘技場とかで見ると、酸っぱいレモンにご用心みたいな、そんな感じの見た目になるんですよね。水が降ってこないけど、木の全体が降ってきたから、とりあえず左はログアウトしそうかな。あ、しなかった。右にロックオンするんじゃなかったね。で、何もなく来ちゃったけどさ、これさ、円派なしでさすがに1000万出ないよね。どうする気だ俺。キングオブゼロどっちかになっちゃうよね、これ。何を考えとったんでしょうね。まあ、とりあえずロックコンボしてみて、貫通できなかったらちょっと替えで使って倒そうか。その作戦でいきます。1000万ね、まあ、出なくはない気もするけど、ウェイが4つぐらい入ればちょっと難しそうだよね。このダンジョンね、雑魚的フロアが少しでも少なくなればいいのに、あいつらがたくさんおるせいでさ、周回がめんどくさいんですよ。まあでもあいつらがおるからちょっと経験値おいしいんだけど、ここ高速周回できたらすごいよね。高速周回パーティーでもなんかやっぱ高速っぽくないからさ、長くて。この辺の戦国竜とかね、海賊竜がこう配置されてるから経験値がおいしいんだと思います。
宣言くんもいるしね。チョキも落ちるからさ、チョキって実際経験値あれ2なんですよね、確か11しかないんですよね、キングカー。あ、でも強化されてるチョキって多いのかな。ちょっと実験してみようか。実験してみたいと思います。ここにいると思うので、入手経験値が今205720572205722052720572205720572、あ、待って待って、ここ強いんだ強いんだ強い、これ強いんですわ。光の1コンボとかじゃ抜けないんで、205722205722、呪文みたいになっちゃったわ。205722050576、あ、ちょっと多いね、2ぐらいあんのかな。20572から20576だから 22ですね。ひっくこいつらはどうなんだ今の。20572056から206、少な100ぐらいしかないか。はい、じゃあここはどうしようかな。とりあえず一発殴るか。あ、そんだけで倒せちゃうんだね、驚きですわ。はい、やってきたよ。さあ戦いましょう。あー、ここ遅延、やばくない、遅延受けたやん。まずやるときはソニアってことね。オッケー、とりあえずじゃあ盤面もいい感じなんで、アルテミス使って貫通できるか実験したいと思います。できなかったらこれなかなかめんどくさくなってくんでね、できればここで貫通させたいところ。遠いな、ちょっと水が。だからこうしてここで上行くんで、ちょっと水をここで落としてですね、いや、もう1コンボぐらい一気に組んだ方が良かったよね、きっと。で、落ち込んも来ないから貫通しないか。じゃあもうこれ使います。警戒漂流陣使って、漂流陣からのダイヤモンドを使ってちょっと貫通させましょう。まあ、とりあえず貫通がね、今回の、目玉というか目標なので、まあ、貫通自体はね、いけるんじゃないかな。さすがにダイヤモンドを使えば貫通はいけると思うんですけど、まあ、怒涛の落ち込ん。どうだ？よし、貫通した。やりますね、本気でいきましょう。で、目覚めついとるもんで、とりあえずは大丈夫だよね。4ターン。どうしよっかな、一回殴ってみるか。多分無理だけど。うわー、多いな。これはどうしたらええんでしょうね。わからんな。普通に上1個囲んで終わりかな。落ち込んが1個来るけど、まあ多分あれだよ、リターントゥーゼロが来る。あ、でも半分ぐらいはいけるんだね。はい、ということでちょっとね、僕のなぜかエンハンスが、なぜかエンハンス2ターンあるという錯覚により、こいつを貫通させることはできませんでしたが、まあフレイヤーエンハンスだと若干あいつの貫通が微妙なんで、まあ、やるときはエンハンスが2枚必要なのかなという感じでした。はい、とりあえずちょっと、まあとりあえず貫通はできたんで、よしとしましょう。はい、まあ1000万だから、アルテミスパーティーだとちょっと宝石姫エンハンスを使わないと厳しいかなって感じでした。まあでも、もうちょっと火力出るパーティーね、あとは他に火力出るパーティーだと、海山とかだってさ、1000万出とったじゃん、エンハンスでね、海山とかならもっと簡単に貫通させることができるかもしれません。ということで、以上ラッチでございました。あ、でもレベルがね、最大じゃない点には注意してください。ということで、ラッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。